はい、どうも土井春です。さて今回はですね、今ねグランキューブ大阪に向かってます。というのも本日ねワトゥインのライブがねグランキューブ大阪で行われるんですよ。9月22日で、でねまだねチケット持ってないんですよ僕。で当日券あるっぽいんですよ。で、まあ、ちょっとねギリギリまで、会場の雰囲気とか見つつ迷いながら、まあ行くか行かないか決めようかなと。買うか買わないか、まあいろいろ事情があるからね、お財布の事情だったりいろいろあるからさ、まあいろいろ見つつね、ちょっとね考えていきたいなって、まあ僕の悩む姿をねちょっと見てください。で僕がどんな決断を下すのかちょっとねお楽しみにしていただけたらなというふうに思っております。もうね近くまで来てるんでちょっとね歩いていきましょうか。また会場着いたら回しますね。はい、来ました、グランキューブ大阪。いやー来たね。いやというわけでどうしようかなってねめちゃめちゃ悩んでるんですよ。もうめっちゃ悩んでる。結構ね、ウィンディーの皆さんいらっしゃいますね。まあでもちょっといろいろね、物色していきましょうか。わあ、すげえ。書いてある。バトウィンライブツアー2024拠点版。会場16時、開演17時。ね。どうするみんな。ね、どうしよう。行く？ああ、もう結構ね、たくさんの方いらっしゃってます。まあ、天気もね、あんま良くないということで。うん、結構もうみんなね中にいるんですけど、ね、結構たくさんの方いらっしゃいますね。どうするマジで。いやー生きてんで、超生きてんでさ、うん、もうちょっとねもう、うん、なんかグッズ販売とかいろいろやってるみたいだから、ちょっといろいろね上登って見ていこうかな。うわ、こんなところで LDH 見つけた。ガールズガールズ、ラッキーラッキーだね。こうやってなんかいろいろね、いろいろサインがある中にガールズガールズとラッキーラッキーあったね。これ LDH のねガールズグループですよ。いやあとさ、悩ましいところで言うと席だね。当日券でどこを取れるかっていうところですよね。そこがねいろいろ問題かな。そうなんだよね。やっぱだから当日券はそうチケットがその何いい場所、席がいい場所かどうかっていうのが肝ではあるから。でも全席指定だからね、まあ、2階になる確率は高いですよね。まあ、1階はファンクラブの方とかね、そういう方もいらっしゃると思いますからね。今俺今どこ行ってんだろう。なんか適当に上がってるけどこれ合ってる？わかんねえけど適当に上がってる。うん、適当に行ってるけどいいのかな。グランキューブ初めて来たんだよね大阪ね。ここね会場初めて来たからさ、でも結構いろんな人待ってますよ。うん、たくさんの方、ね、女性ファン多いですね。合ってるこれ、合ってるマジ合ってる。これ迷子になったら笑うぜ俺、うん、迷子になったら笑うよ。立ち入り禁止ですとか、ここ立ち入らないでくださいとか言ったら笑うから。どこだここ分かんない。あ、出た、関係者以外立ち入り禁止やって。あれ？やば、どっか変なとこまで行った。やっぱ関係者以外立ち入り禁止のとこ行ってたわ。おい、あかんあかんあかん、なんかすごい見られたよ、ね、ここお前なんで来てんねんみたいな。だってスルスル上がれちゃったもんね、うん、びっくりびっくり、うん、ちょっとね、まだ時間があるのでもうちょっと待ちたい。グッズ販売の5階ってどこなんだろうね。グッズ販売何があるか見たいじゃん、グッズ、うん、ちょっとどうする、うん、まあ、ちょっといろいろ聞くか、わかんないから聞くか。やっぱグッズ販売5階だったっぽいですね。で当日券も16時から開場されたら5階で販売とのことで、はい、あと1時間弱ね悩みますよ。6点ぐらい、なんだわからん。グッズ行ってきましてですね、まあ、フォトカード1枚買いました。ごめんなさい、あれ横顔でサングラスで帽子もかぶってて、まあ、おそらくりんたろーくんかなと思うんですけれども、僕は判別ができません。詳しい方教えてください。どうしよう、もう本当ここまではね順調にライブを楽しむやつなんですよ。
ただ私はね、あいにくまだチケット持っていない。当日券を買うならば16時から会場したら買えるよということなんですけれども、どうする？本当にどうするよっていうね、悩ましいよね。もうちなみにお金に関しては下ろしてきてる、うん、1万円下ろしてきてる、うん、あるよ。でもどうするっていうだけの話、うん、あとは16時になってね、その当日券ね、販売ってなったら行けば買えるっていう状況なんですけど、って感じだよね。別にあの行きたくないとかね、あのワトリンね、楽曲全然知らない、そういうことじゃなくて、本当にただお財布事情っていうね、そこなんですよね。でもここまで来てるんですよ。そうだよ、出会いはね、ネクストバイラルアーティストでワトリンね、見てっていうところからになりますよね。そこからやっぱ気になって、いろいろね、YouTube でもね、扱わせていただきまして、で、まあ、念願のホールツアーというか、ワトリンのね、念願のホールツアーというところまでね、来てるというところで、いやー、どうするっていうね。いやー、もうほんとね、ワトリンのライブしてる姿すごく好きだったんですよ。なのでね、ほんとね、いやー、くーって感じだね。ほんとに、もう勢いでパッて行けばいいんだけど、まあね、そうもいけないっていうかね、大人というか、自分で生活してる身なんで、そうはいかないっていうところもあるのでね。ちょっともうちょっと考えよう。危ねえ危ねえ、15時半でグッズ先行販売終了したわ、終わったわ、危ねえって感じだね。外でもう待機しろとのことなので、待機しながらライブに行くか行かないか、がっつり考えていこうかね。え、みんなまだ行くと思ってるでしょ、こう言いながら行くと思ってるでしょ。いや結構ね揺れているよ、もう結構揺れている、うん、すごい考えてるんだからね、うん、いやどうするね。え、ほんと画がね、絵が変わらなくて申し訳ないね。え、ちょっと待って、今日ワトリンデビュー日じゃね？ねえ、2021年9月22日確かメジャーデビューですよね。手なったさ、お願いします。はい、1万円頂戴します。はい、席はね、そんなにあんまりいいとは言えないかな。行ってきます。全員入場しましたね。もう後戻りできないですよ。いやもうデビュー日って言われたらそりゃさ、気づいちゃったんだよね。もう無理で、やるしかねえよ、行くしかねえ、行ってきます。よし、終わりました。ワトリンライブツアー2024決戦バーク大阪公演、緊急参戦してね、行ってきました。もう終わりましたよ。いやー、よかったっすね。まあ感想はね、がっつり、感想トークでお話しするとして、いやすごかったね。めちゃめちゃエネルギーもらえましたし、ワトリンのね、音楽が素晴らしいなというふうにもね感じました。ありがとうありがとう。ここがね、グランキューブ大阪です。ありがとうございます。あー、いやまあね、直後なんでね、これだけ言わせてください。これだけ言わせてください。僕ね、めちゃめちゃ迷いました。で、多分これ見てる方も迷われてる方多いと思いますけれども、後悔ないです。はい、もう迷ってるなら絶対行った方がいいですね。絶対行ってください。ワトリンの本気感じられると思います。ワトリンの言葉は本当です。すごかった。というわけでね、まあ続きは感想トークね。いやもうね、すぐさま喋りたい、すぐさま喋りたいさ、めちゃめちゃ喋りたいさ、あれがあれだった、こうだった、あそこ良かったとか、めちゃめちゃ喋りたいけど、それもね感想トークで喋るんで、皆さんね、ぜひとも聞いてください。はい、というわけで今回は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。また次の動画で、バイバイ。Us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. 'Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day.